ジョン・バンダーリンはアメリカ合衆国の画家であるニューヨーク州のキングストンで生まれた。祖父のピーター・バンダーリンはオランダからアメリカに移住した肖像画家で父親も装飾画家であった。ニューヨークの出版業者で働いた後、1794年に肖像画家のギルバート・スチュアートと知り合い、フィラデルフィアのスチュアートのスタジオに移ることができた。 後に副大統領になる政治家のアーロンバーと知り合い、支援を受けるようになり、パリへ修行することができた。1796年にパリに渡り5年間、パリに滞在した。王立絵画彫刻アカデミーのフランソワ・アンドレ・バンさんのもとで2年間学んだ。1800年のサロンド・パリに作品を出展し賞を得た最初のアメリカ人画家となった。1801年に、 アメリカに戻り、副大統領を務めているアーロンバーの屋敷で暮らし、アーロンバーとその娘の肖像画を描いた。1803年に再び、パリを訪れ、1805年にはイギリスに滞在した。その後、ローマも訪れ、ローマで描いた作品は、パリで展示され、好評であり、人気のある画家となり、フランスに7年間泊まった。1807年に、 かつてのパトロンのアーロンバーが反逆罪の容疑で裁判を受け、ヨーロッパに亡命したとき、バンダーリンはアーロンバーを支援した。1812年にヌード会がナクソス島で眠るアリアドネをニューヨークで展示したが、アメリカ合衆国ではまだヌードは受け入れられなかった。1815年にアメリカに帰国し、アメリカで活動し有名な人物の肖像画などを、 描いたが、経済的には成功しなかった。1842年に描いた、コロンブスの上陸を描いた作品は後に、切手の図案に採用された。1862年に、キングストンで、貧困のうちに没した。ありがとうございます。